ケンジントンガーデンズ及びケンジントン宮殿ケンジントンガーデンズはロンドンのハイドパーク製法に存在する王立公園。区域の大部分はシティオブ・ウェストミンスターに一部はケンジントンチルシークに帰属している。総面積は111ヘクタール。ハイドパークの一部とみなされることがあるがウェストキャリッジドライブが境界となっている。これら二つの公園とグリーンパーク及び セント・ジェームズ・パークによって、ケンジントンからウェストミンスターに至る、緑の館が形成されている。公園内には、ケンジントン宮殿、アルバート記念碑、ピーター・パン像、ー、サーペンタイン・ギャラリー、スピークのモニュメント、ダイアナ碑記念噴水、ダイアナ碑、メモリアルプレイグラウンド、ラウンド・ポンドなどが存在する。1906年、ジェームス・マシュー・バリーの小説、 ケンジントン公園のピーターパンの舞台となり、ピーターパンがネバーランドへ冒険に行く前日端が描かれている。1722年、トーマス・ティッケルの詩、ケンジントン・ガーデンズにおいて、ケンジントン・ガーデンズの妖精について、初めて言及された。双方の作品及び登場人物は、ジョージ・フランプトンが制作した、ピーターパン像に表現されている。ロドリゴ・フレサンの小説。 ケンジントンガーデンズでは、バリーの反省やバリーが作り上げた、ピーターパン、バリー及びフレーサンのケンジントンガーデンズとの関わりについて描かれている。インフォコムのインタラクティブフィクションゲーム、トリニティは、ケンジントンガーデンズからスタートする。ありがとうございます。